連帯。連帯、連帯、連帯とも、は、近世以降の陸軍の部隊編成単位の一つである。ヨーロッパにおいて16世紀末までに成立した。統治を意味する、レジームの五感が意味する通り、連帯は、管理、行政用の単位で、そのまま一つの駐屯地、兵営に相当することが多い。このため、戦時編成としては、上位の旅団か。 会の代替が重視される。師団が普及するまでは徴兵と管理の基本単位で、それ以後は同一兵下で編成される最大の部隊であった。諸兵下の混成が進んだ現代では独自の意義は薄れた。本来ならば、旅団の下で代替の上に当たるが、旅団、連隊、代替のいずれかを中抜きする編成を取ることもあるので、師団のすぐ下に連隊を置く編成。 アメリカ海兵隊やロシア陸軍、ロシア空挺軍など、や、連隊のすぐ下に中隊を置く編成、フランス陸軍や陸上自衛隊など、さらに連隊を置かず旅団のすぐ下に大隊を置く編成、アメリカ陸軍など、も現代では珍しくな。第二次世界大戦後の連隊の人員は3000名、程度ほど。連隊長には、通常大差が当てられるが、場合によっては、 中佐が当てられることもある。連隊、レジャミントは、ヨーロッパにおいて16世紀中に成立した。中世ヨーロッパにおいて、軍隊の機関となる部隊は、中隊が中心であったが、フランスでは17世紀に入ると、陸軍の平時定数、戦時定数を増加させる、政策が推進された。これにより、機関部隊の規模も変化する。16世紀後半には、不評の場合、 千数百人から二千人程度の連隊が編成され始めた。これらの連隊には地域や指揮官の名称が付けられ、そのまま軍事作戦や軍事行政の中心となっていった。連隊の上位には工場的な軍事組織はなく、戦時になると軍を編成し戦役に臨んだ。封建領主や傭兵隊長など一人の指導者に引きられる指摘。 加算的な軍事組織で戦時になると傭兵隊長や封建領主、貴族たちは個々に国王と受け負い契約を結ぶという形が取られていた。すなわち中世ヨーロッパでは傭兵部隊にしても封建領主の所有する軍事組織にしても一個連隊が最大の単位だった。この当時の連隊は個人の所有物であり近代のような国家の軍隊ではなかった。 当時の軍隊や連隊はそれ自体が遮断であった。つまり、王権の支柱として、対外戦争を実行するとともに、一定の自立性を有し、王権の統制が十分に及ばない団体という、性格を有していた。このため、当時の軍隊の機関単位である、連隊そのものは平時においても解体されず、固有の故障や、旗、伝統や団結心、フランス語で、エスプリジュ校を保持する。 軍隊内の遮団として機能した。こうした特徴は常備軍が整備されてからも長期にわたって存続することになる。遮団としての連隊は完全に独立した組織であり、兵隊の採用や給与をはじめあらゆる手続きが連隊内で完結しており、兵隊なども連隊ごとに個別に抱えていた。軍隊の母兵活動にしても現地部隊に受け負いに出され、 連帯単位で母兵隊が編成され、都市や市場などで母兵の張り紙を貼り、訪問してきた兵隊志願者と面接し、双方の折り合いがつけば兵士としての雇用契約が交わされ連帯が兵士を雇い入れれた。このような私、企業的とも言える行為を連帯経営や中隊経営と称されるように、連帯長は連帯の指揮官としてだけでなく、 連隊の経営者としての側面も持ち、部隊を加算と認識していた。当時の兵艦は、軍事組織ではなく連隊長が、守保証人に下受けさせていた。このような時代では、連隊の指導者である大佐、コロネル、カーネルが、軍隊での最上位の階級であり、その上には、国王などの絶対君主制時代の君主しかいなかった。将兵は入隊すると退役まで、同じ連隊で、 勤務するのが原則であり、近代のように他の連帯に配置転換されること、図った。このように連帯は自律的な組織であった。それを象徴するのが連帯期で、連帯はそれぞれ独自の旗を持って戦った。また、連帯史などの記録も個別に作られていた。また、連帯長は貴族の世襲であることが多く連帯は連帯長の所有物であることが普通だった。 そのため、初期の連帯期は、実質上、連帯長の家紋を表すものでもあり、連帯史は、連帯長の家系の歴史でもあった。国家の軍隊になった後も連帯には、高い自立性が残り、この名残はイギリスなど、連帯の発祥が古い軍では相当長く残った、名誉連帯長など。中世時代の連帯は兵力に、定数はなく、 数十人から数千人までバラバラであった。これは一人の指導者が所有する軍事単位が連帯であり、戦争は君主と連隊長の間の契約に基づいて行われていたためである。傭兵部隊は人数に関係なく一契約単位で一個連帯であったため、傭兵部隊の隊長はどれほど小規模でも連帯指揮官である大佐、カーネルと呼ばれた現代においては大企業も 中小企業も同じように単一の法人格を有するのに似ている。17世紀にはフランスでは軍政改革が実行され、地方長官や軍政監察官が軍人を統制しようと試みられ、政軍関係の分離が推進された。19世紀に師団制が普及すると、連帯の上に戦略単位として師団が置かれることになり、連帯の編成上の意義は低下した。 しかし、不評、騎兵、砲兵の陛下の違いが、戦術上なお重要だったため、連隊は、同一陛下で編成される最大の単位、及び連隊長は単一の実動部隊を預かる、最高指揮官と位置づけられた。18世紀、19世紀の不評は、密集体系で成立し、大砲は直接照準でしか撃てなかったため、両者が混合すると両者とも本来の力を、 発揮できなかった。騎兵は、不評と混合すれば、不評の隊列を乱し、方兵と混ざればやはり異界を妨げた。このように陛下を分けて、部隊を編成することには、当時において、傭兵上の利点があり、さらに加えて、陛下ごとの教育、訓練の単位としても連帯は機能た。しかし、十九世紀末には、騎兵が下馬戦闘をもっぱらにするようになった。 そして方兵も味方の頭上越しに間接照準が行えるようになり、二十世紀初めに不評が三回しみを隠して戦うようになると、陛下分離の戦術的必要性は低くなった。さらに進んで、諸陛下の共同、根性の利益が積極的に認められるようになると、次第に連帯の自立性、自立性は解体されていった。伝統重視の立場からの傾向はあったが、 第二次世界大戦後には、どの国の陸軍も、連隊を特別な単位と見ることをしなくなっている。連隊が自立性を持っていた時代の歴史的依存として、連隊の伝統という観念が長く陸軍の将兵の意識を支配した。連隊が持ついくつかの特徴はその伝統を引きずったものである。連隊は一度創設されると、高級的に存続し、 部隊固有の伝統を引き継いでいく。他の多くの単位は、必要に従って編成され、必要がなくなると解散され、その開敗は特別な事件とされない。自分たちが所属する、下部隊の盛況を誇ることがあっても、それはその時所属する将兵に限った話で、何十年も前の戦争で自分が今属する部隊が、何をしていたかに関心が寄せられることはない。 しかし連帯についてだけは別で、連帯の栄光は個人を超え世代を超えて伝えられていくと考えるのである。現実には連帯も必要に応じて廃止され、時代が下れば連帯単位の団結の客観的根拠は薄れていく。19世紀、20世紀には連帯の伝統に師団の伝統が取って変わる傾向が強まった。それでも長く連帯の伝統という観念は維持され、 軍上総文もそれに配慮した編成を定めた。現代の連帯が固有の投資番号を持つのは、こうした関連の制度的残滓である。例えば第一大隊は、不評第一連隊の第一大隊もあれば、不評第二連隊の第一大隊もあるが、不評第一連隊は一つの国に一つしかなく、連隊の数だけ番号が振られる。ある連隊が廃止されたときに、 他の部隊の番号が変更になることはなく、欠番ができる。捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーブ条約第3条約第17条には、各捕虜は尋問を受けた場合には、その氏名、階級及び青年月日並びに、軍の番号、連帯の番号、個人番号または登録番号、それらの番号がないときは、 それに相当する事項については答えなければならない。とあり、連隊を、所属部隊の基本とする観念を反映している。第二次世界大戦後のアメリカ陸軍は、いくつかの例外を除き連隊を廃止していった。今も残る例外は、第一特殊部隊連隊、第七十五レンジャー連隊、第百六十特殊作戦航空連隊である。その他の不評連隊や騎兵連隊、気候連隊、 砲兵連隊は伝統に配慮して、名目だけ連隊を残したものであり、連隊本部を持たない、書類上の編成に過ぎず、所属する大隊は旅団にバラバラに配属される。部隊名は、第37機構連隊第1大隊の場合、正式には、ファーストベタリアン、37トン H アーマー、省略型では1、37アーマーと表記される。これらの連隊編成は、 と呼ばれれるる。システムによってて管理されている一方、海兵隊では、現在も連隊が存続している。海兵隊の平時編成としては、海兵手段海兵連隊大隊という編成を採用しており、常設部隊としては旅団を設けない。必要に応じて、海兵連隊を機関として、海兵航空軍及び各種の広報支援部隊を追加して、海兵遠征旅団を編成する。 全兵化連隊構想、ホール・ブランチ・レジャミントコンセプトについては、アメリカ陸軍武器化編成を参照。傭兵的性格を長く引きずったイギリス陸軍では、連隊の自立性が19世紀まで残っていた。現在では、すべての連隊が政府の管理下にあるが、伝統に基づいた独立性も残っている経な国である。各連隊は、古くからの固有名を持ち、征服も、 連隊ごとに異なる。また、各連隊には、カーネル・イン・チーフと名誉職の連隊長が存在する。カーネル・イン・チーフには、王族、海外の王族の場合もあるが、連隊長には、将官が就任する。実際の運用は、連隊長代理、レジメンタル・ルテナント・カーネルまたは指揮担当士官、コミューンディング・オフィサーという役職名の士官が行う。階級は主に中佐、で、 大佐の場合もある。連隊は最大の高級的な戦術単位と位置づけられるが、不評連隊は管理単位として機能しており、実戦部隊である師団の編成は旅団不評大隊を基本としている。以前は平時1個大隊編成の不評連隊が多かったが、1960年代以降数度にわたって統合が行われ、複数の大隊を有する大型連隊、 順次改変されていった。一方、この F 表連隊は、大型化されておらず、2から3個大隊編成だったものが1個大隊、もしくは1個大隊と1個独立中隊の編成となった。このような歴史的経緯とそれに伴う防衛地域の差、等から、各不表連隊の大隊数は一内種ごとまちまちで、ある。また、気候部隊や砲兵部隊及び、空挺部隊は、 戦闘単位の名称が連隊であるが、規模は大隊であり、砲兵の場合は、番号連隊の上に管理単位の、王立砲兵連隊が置かれている。運用上では、大隊と同格とされ、連隊長には、中佐が当てられている。日本最初の連隊は幕末に、幕府陸軍を構成したものだが、明治維新で消滅した。続いて1874年に、 日本陸軍の下で連隊が設置されたが、第二次世界大戦に敗れて1945年に解体された。1950年に警察予備隊が設置されると、その下に連隊が置かれた。それが警察予備隊を経て、現在の陸上自衛隊の連隊に継承されている。陸軍が陸軍航空隊を擁護していた頃には、 飛行連隊もあったが、今の航空自衛隊は連隊を用いない。なお、警察の機動隊、消防等においても、連隊という編成を用いることもある。規模は一警察本部、消防本部が保有する、全人員。また、キリスト教会の救世軍は、教区のことを連隊と称している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。